春ですね。令和来ましたよ。令和どうですか。令和の響き良くないですか。令和だから他の言語を見せるのあれずるいよ。ああ、あれはなしですわ。ということで今日はゴルフの打ちっぱなしに来ています。実は僕4、5年前にちょっと通ってたんですけども、そこから全くやっていなく、久々に来ちゃおうかなみたいな練習で来ました。お供は、あ、こんにちは。この人ちょっと伊沢くんがゴルフに目覚めたからちょっと教えてやろうかなって感じで来てますけどね。まあ、ぶちかますんで。はい、お願いします。指導お願いします。マスター上手いからね。フォーカス合ってる。合ってますよ。指導だからほら見て、新曲シーズンだからね。頑張ろう。指導お願いします。黒でしょやっぱ。うん、黒いいね。黒がちょっと見てみたい。どうですか初ゴルフ。ワクワクします。ワクワクしますよ。ただ初じゃないじゃないですか。で前回やった時必ず僕右飛んでたんですよ。ゴルフボールが性格が曲がってるってことですね。やめてもらっていいですか。よし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 、なんかっぽくなってきたんじゃないですかこれはめると。これだけでなんかもう上手くなって気分で。気分だけね。何？ゴルフする格好に全然合わないんですよ。皆さん、これ大丈夫かな？伊沢。打っていいよ。ここに。やだ。どうしたの？どうしたの？なんでもないです。痛いの指が。そう。下手に打つと指が痛くなるんですよ。痛い。鎌田やってる。どうしたの？ささくれが気になっちゃって。ささくれが。どうしたの？しかしこれ逆光だな。マジでささくれが気になっちゃいまして、打つたんびに違うなみたいな。メガネ外せよ。暗い、暗くて見えてないんじゃないの。外れんの。これいってやりますわ。いや、どうしたの。早い。どうした。僕がまだ痛がる前にどうしたのって。早い。いや、痛そうだなと思って今の音が。早いんですよ。早い。痛い。飛ぶ出てきた。あ、マスさん違うわ。こっち。こっちです。確かにでもゴルフは教え方によるね、ほんと。全部そうかもしれないけど、特にマスさんの教え方面白いから、面白くてうまくやってくれるからめちゃめちゃ分かりやすい。ただその分かりやすいし、頭では分かってるんだけど、つい打つときにね、こうね、振るっていう意識が働いちゃって、こう力がいっちゃうんですよね。落とすらしいですよ。ゴルフこれから始めようっていう方は振るじゃなくて落とすらしいですね、クラブを。難しいですけど続きいってきます。ゴルフってやっぱり
あれですよね、力で打っちゃダメ、遠心力で打たないと、まあ、打つっていうか落とさないとね、クラブを。で僕も結構やってきて長いですけど、やっぱり最初の頃とかね、すげえ言われましたもん、おじいちゃんに、ずっとこう振ってたんで、で振っちゃうと本当に手も痛くなるし飛ばないんですよ、落とす、落とすことがね、まあ、一番大事ですけども。何を落とすの？クラブを、まあこうこれ本当にこう平行に平行にこう振るんですよ。で構える時にこうだから、後ろ人来たから危ないまあこう平行に振って遠心力で力になると本当に力になる。でこれをこう打つ時にこうなるから、これの平行はまあ縦ですよね。でそれを落とす、これを落とす、もう力になる。ねえ、ジュース買って。 OK です。ジャックロードの上行っちゃったな。いや変なとこ打ってたけど大丈夫、勝てそう、勝てそう。あ、今僕ごめんなさい、さっきマサンヌが言ったあそこの赤い旗狙ってたんですよ。え、あそこの赤い旗、マサンヌが言ってたいやちょマサンヌが言ってたからな。違うよ、伊沢君持ってるのドライバーでしょこれ。これドライバーっすね、クラブじゃないんで。これ250ヤードぐらい飛んじゃうやつだよね。あっち行っていいんだ。あっち行っていいやつだよ。あ、ごめんなさい、あ、なんだ、言ってくれればよかったのに。最近じゃあもう一発行ってもらおうか。行っちゃおう。1個前のマスクで、120ヤードだって大丈夫？大会大丈夫？120ヤードだったけど。120ですか？いい方だなダメでしょいい方だ、ダメだと思うよ、膝にしては。大丈夫、まあ、まだ言うてまだ時間ちょっとありますから、あと何発残ってるんですか？あと184発？いや、あと14球。あと14球。14球あったら余裕でしょ。修正できる。余裕っす。あ、だからもう今の右行っちゃったのちょっと、そう。まあちょっと目つぶってたから、打つ時に目つぶっちゃったんで。じゃあ、頑張ってください。頑張ってください。どこ行く？分かった、頑張ってください。前回な、楽天ゴルフの予定だったんだけど、システム開発の方が行っちゃった。今日バッチリ飛んでた。バッチリ飛んでました。いまいちなんだけど。ちょっとうるさいな、一言はい、ということで、まあだいぶブランクあって、まあ、全然飛ばなかったんですけど、まあでも、まあ、6月に世界大会があるんで、まあ、そこに向けて、もう一回ちょっと、まあ、ブランクあるんで、まあ、毎週通おうかなと思ってます、でまあ、感覚的には、今日やって少し取り戻しましたね。ただ、まあ、クラブはクラブじゃない、もう一個なんかパシンと飛ぶやつ、ちょっとあの昔やってたんですけど名前忘れちゃって、今全然思い出せないんですけども、あっちの方もねちょっとバチバチ飛ばせたらいいなと思ってます。ということで、伊沢ゴルフを始めるの旅でした。